ちなつさんは女子なのに、おっさんみたいなくしゃみをすると聞きました。普段しているくしゃみと理想的な可愛いくしゃみをそれぞれ披露してください。そんなのどこで聞いてきたんですか？恥ずかしい。じゃあまずは理想のくしゃみ披露します。くしゃみ。これが私の理想のくしゃみです。こういう気合い入りそうなぐらいちっちゃくて可愛い感じのくしゃみが私の理想です。では普段しているくしゃみを披露します。くしゃみ。今のはちょっと大げさにやっちゃったかもしれないです。おっさんみたいなくしゃみだなんて言われたから、期待に応えようと、ちょっと頑張りました。本当はもうちょっとだけ、いつもは可愛いくしゃみです。これは本当です。本当ですよ。エッチの際、男性の勘違いしているなぁとつくづく思う行為は、あそこがちょっと濡れているだけで、もう準備万端だって思ってる人に対して勘違いしているなぁと思います。あそこってもともといつもちょっと湿っているんですね。確かに彼氏と会ってキスしたり抱きしめたりしていたら、そこからさらにちょっと濡れてくるんですが、その状態で、もうびしょびしょじゃんって言って、逃げられると、なんか違うなぁとなります。それくらいの濡れだと、挿入されても、まだちょっと痛いんですね。これは私の元彼の話なんですが、あそこがちょっと濡れただけで、もうこっちは、準備万端なんだって思って、中をほぐすこともなく、そのまま挿入してくる方がいました。私からすると、まだ全然濡れてないし、中をほぐすこともないって、もう内部なしで、いきなり挿入されるのと、そんなに変わらないですね。理想を言えば、太ももまで、垂れるぐらい濡れている状態で、中もしっかりほぐしてから準備万端だと思ってもらいたいです。